バーミンガム・ロイヤル・バレエ団は、ロイヤル・バレエ団、イングリッシュ・ナショナル・バレエ団、ノーザン・バレエ団、スコティッシュ・バレエ団と並ぶ、英国の五大バレエ団の一つである。1946年、ロイヤル・オペラ・ハウスが再開されるにあたって、サドラーズ・ウェルズ・バレエ団が、参加に置かれることになり、その際に一部のダンサーを、サドラーズ・ウェルズ劇場に残して作られたサドラーズ・ウェルズ、劇場バレエ団が源流である。 サドラーズウェルズ劇場バレエ団は芸術監督ジョン・フィールドの指揮のもとサドラーズウェルズ劇場で活動を続け1977年にはロイヤルの名を用いることが認められてサドラーズウェルズロイヤルバレエ団となった1990年にバーミンガムに移転するにあたって国内海外巡演を行ったその際 バーミンガムでは、バーミンガムヒポドローム劇場を会場とした。バーミンガムロイヤルバレエ団は、ダンススタジオのほか、ダンス障害の予防と治療のためのジャーウッドセンターや、スタジオシアターのパトリックセンターなどの専用施設を有している。1997年には、ロイヤルバレエ団から独立を果たした。1926年、アイルランド生まれのダンサー、ニネット・ドバロアは、 女子向けのダンススクールアカデミー・オブ・コレオグラフィック・アートを設立した。ドバロワはかねてからレパートリーを持って上演するバレエ団とその付属校を作ることを望んでおり舞台プロデューサー劇場オーナーであったリリアン・ベイリスと出会ったことで実現に踏み出した。オールドビック・シアターとサドラーズウェルズ劇場を所有していたリリアン・ベイリスは1925年にドバロワと契約して 両劇場でダンスを上演する機会を与えた。サドラーズウェルズ劇場は1931年に再建され、劇場の敷地内にビッグウェルズバレエ団とビッグウェルズバレエ学校が設立された。これが現在のロイヤルバレエ団及びバーミンガムロイヤルバレエ団、そしてロイヤルバレエ学校の前身となった。1937年11月にリリアン・ベイリスが亡くなり、 1939年にはオールドビッグシアターとのつながりがなくなってしまった。第二次世界大戦が始まると1940年にサドラーズウェルズ劇場も閉鎖の浮き目にあった。これを受けて国内を順延せざるを得なくなったが、これが帰ってサドラーズウェルズバレエ団の名を知らしめることになった。終戦後はサドラーズウェルズ劇場に戻ったが、 1946年にコベントガーデンに新装なったロイヤルオペラハウス付きのバレエ団として招聘された。ロイヤルオペラハウスでの初公演はニネット・ド・バロアによる眠れる森の美女であった。E=MC2 の公演を行うバーミンガム・ロイヤルバレエ団。2011年東京移転に伴ってバレエ学校もその敷地内に移転し、 サドラーズウェルズ劇場で引き続き公演を行う姉妹バレエ団としてサドラーズウェルズ劇場バレエ団が設立された。これがバーミンガムロイヤルバレエ団の前身である。サドラーズウェルズ劇場バレエ団の初代芸術監督はジョン・フィールドであった。ジョン・フィールドは後にロイヤルバレエ団の共同芸術監督になり、スカラザ・バレエ団やイングリッシュ・ナショナルバレエ団の芸術監督も歴任した。 1955年、サドラーズウェルズ劇場バレエ団は、サドラーズウェルズバレエ団を、親カンパニーとする順営用バレエ団となって、サドラーズウェルズ劇場付きではなくなり、ロイヤルオペラハウスに移転した。1956年には、バレエ団とバレエ学校に、王立の名を冠することを認める、直居状が下され、サドラーズウェルズバレエ団が、ロイヤルバレエ団。 サドラーズウェルズ劇場バレエ団が、サドラーズウェルズロイヤルバレエ団、サドラーズウェルズバレエ学校が、ロイヤルバレエ学校に改称された。サドラーズウェルズロイヤルバレエ団は1970年に、サドラーズウェルズ劇場に戻ったが、引き続き国内巡演を行った。1987年には、バーミンガムヒポドローム劇場から、常設バレエ団として、招聘を受けた。 これを受けて1990年にバーミンガムに移転し、バーミンガムロイヤルバレエ団に解消された。1977年から1995年まで、ピーター・ライトが芸術監督を務め、その引退後はデビット・ビントレイが引き継いだ。1997年には、バーミンガムロイヤルバレエ団は、ロイヤルバレエ団から独立し、ロイヤルオペラハウスの管理を離れた。 2019年1月には、キューバ人ダンサーのカルロス・アコスタが2020年1月から、ビントレイの公認として、芸術監督に就任することが発表された。ブラウン、マーク、カルロス・アコスタツビー、バーミンガム・ロイヤル・バレエ・ディレクター、ザ・ガーディアン、https、w w w c g u g a r d i a n c o m ステージ、2019、ヤン、15、 カルロス・アコスタ・バーミンガム・ロイヤル・バレー・ディレクター・ダンス2019年1月31日、閲覧。バレースタッフ。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2019年10月25日、閲覧。ヤス・オア・ツジ。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2020年10月24日、閲覧。スー・チャオ・シュ。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2020年10月24日、閲覧。 マティアス・ディマン。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2017年11月3日。閲覧。サマラ・ダウンズ。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2017年11月3日。閲覧。桃子平田、バーミンガム・ロイヤル・バレー。2017年11月3日。閲覧。ブランドン・ローレンス。バーミンガム・ロイヤル・バレー。2020年10月24日。閲覧。セザール・モラーレス。 バーミンガムロイヤルバレー2017年11月3日閲覧タイロンシングルトンバーミンガムロイヤルバレー2017年11月3日閲覧ありがとうございます